斎藤茂仙は、日本の政治家。秋田県の城市長。元参議院議員。元秋田県議会議員。北海道有仏軍厚間町出身。中央大学在学中に、野呂田法政の秘書となったことが契機となり、山本軍二つ井町を地盤として、1991年に、当時の山本軍選挙区から出馬し、県議を2期目途中まで務める。 1998年、引退する参議院議員、佐々木光の後継として、参議院議員選挙に自民党公認で立候補し初当選。2004年、元テレビ局アナウンサーの鈴木春悦に敗れ落選。2006年に新設合併したの白市の市長選に出馬し、九州の市長であった、豊沢雄慶有を下し、初代市長に就任。2010年、無投票で再選。 2014年、参戦。2018年、全市議会議員の小野率を退ぞけ、4選。公式プロフィール、の代市長選、斉藤氏が4選果たす。秋田伊佐新報。 http://www.sakigake.jp スラッシュニュースラッシュアーティクルスラッシュ 20180415-eik0030 スラッシュ2018年7月19日閲覧。別姓通信79号、新型コロナ、の白紙、独自に20万円千牧市も支援金給付へ、秋田毎日新聞。 https://mainichi.jp:/articles/20200501/ddl//k05/040/097000c2020 年5月22日閲覧。新型コロナボーナスカット相次ぐの城湯沢市長は、全額、秋田毎日新聞。 https://mainichi.jp/articles/20200513/ddl/k05/040/049000c2020 年5月22日閲覧。令和2年5月臨時会の概要の白紙。ありがとうございます。